俺の名前はパニー、26歳の会社員です。付き合って3年目になる1歳年下の婚約者のリオと現在同棲中で、幸せオーラ全開なんだ。リオは一人っ子で、挨拶に伺った時、娘を泣かせるなよって言われたけど、俺は何にも恐れてなかった。だって愛する人を泣かせるようなことをしないのは当然ですからね。リオは飲食店でバイトをしているので、休日や勤務時間はすれ違うことも多いけど、時間がある時にはできるだけ一緒に過ごすようにしています。今日は俺は休日だったけど、リオはバイト。でも夕方には俺らしいから、それからデートの約束をしてるんだ。同棲してるけど、待ち合わせをしてデートをするのって新鮮な気持ちになるんだよね。めちゃくちゃ楽しみにしてたんだけど、出かける間際にリオから電話がかかってきました。どうやら欠員が出たとのことで、残業をしなきゃならなくなり、ドタキャン。またかと俺はため息をついてしまいました。実はドタキャンは初めてじゃないんです。最近ドタキャンされることが多くなり、疑いたくないけど不安な気持ちが募っていきました。しかもなんだか最近妙に高価な化粧品購入したり、エステにも通い出したし、これってまさか結婚式のために密かに頑張ってるってこと？それともまさかの浮気？あ、いやいや、リオに限ってまさか。愛する人を疑うなんていけない。俺は気を取り直して、じっくりコトコト煮込んだスープでも作って気を紛らわせようかと考えていると、リオから LINE が来ました。ごめんね、遅くなっちゃった。これから行くね。あっくん大好き。くわー、大好きだって。で、あっくんって誰？俺の名前はパニーだ。あっくんなんて呼ばれたことないし、呼ばれる要素なんて一つもない。おいおい、ちょっと待てよ、これってもしや。なんて考えていると、またしても LINE の通知が。信号待ちのこの時間ももどかしいよ。あっくんと会えると思うと、ドキドキドキのドキンちゃんになっちゃうよ。会いたい会いたい、好き好きモード全開だよ。なんじゃこれは。これは完全に黒ではないですか。誤爆に加え誤字半端ねえ。あっくんと何を会えるんだ。それに会いたいはわかるけど、会いたいって二人きりで会おうってこと？浮気って会いたいじゃないのか。それに好き好きモード全開って、数分前に幸せモード全開なんてほざいていた自分と被ってるじゃないか。くっ、俺がリオとの幸せモード全開の裏でリオはあっくんに好き好きモード全開だったとは。てか、あっくんって誰だよ。まさかリオに裏切られると思っていなかった。LINE のトーク画面を呆然と見つめていると、またしてもリオから LINE が届いたのです。サラダ、伝えるの忘れてたけど、パニーのことこれからあっくんって呼ぶことにしたから。おっと、誤爆 LINE に気がついたな。焦りすぎてさっきよりもめっちゃ誤字多くなってるし、さすがにその言い訳は苦しすぎるだろ。なんであっくんなの？俺、あなんてついてないのに。何言ってんの、自分の名前忘れちゃったの？パーニーのあだよ。ああ、そっか。で、俺の名前はパニーであって、パーニーじゃないんだけど。新鮮でいいね。でしょ、私はパニーとずっとラブラブでいたいから変化を求めてるんだ。なるほど、リオは頭いいな。早速あっくんって呼ぶスタイルやめてますけど。ところで仕事は大丈夫だったんだね。あ、どういうこと？だって今から行くって LINE してくれたじゃん。さてどうする？ああ、その LINE 送った後に呼び止められて残業になったんだよ。だから今日は無理。しかも店長が店舗改装するって言うから帰り遅くなるかも。先に寝てていいからね。パニー退職。頑張ってね。すでに俺をあっくん呼びする設定を忘れたようで、さらに俺を丸め込むことに成功したと思ってるのか、朝帰りの事前申告までしてきやがった。でも浮気してるだろなんて言えなかった。だって俺は浮気の証拠をつかまずに追及したら、こっちが不利になることを知ってるからだ。
こうなったら証拠集めだ。まずは近くのケーキ屋に行って証拠集めに必要となる例のものを手に入れなくてはならない。俺はそこでありったけのプリンを購入しました。これが証拠集めにどう関係するかってもうお察しの方もいるかな。わからない方もまあ見ててください。俺はプリンを持って妹のパニコが一人暮らししているマンションに向かいました。あらパニ、どうかしたの？これ一緒に食べようと思って買ってきたんだ。パニコはプリンの入った箱と俺の顔を交互に見るとニヤッとしました。へへん、お兄さん何かございましたね。まゆっくり話を聞こうじゃないの、イシシ。俺はパニコに事情を話しました。俺が話している間パニコは3個もプリンを平らげてるからちゃんと話を聞いているのか不安だったけど、全てを把握してくれたようです。浮気の調査を私にしてほしいってことね。な、やっぱりこれって浮気だよな。勘違いかもしれないよって言葉をほんの少しでも期待していました。まあ間違いなく黒でしょうね。やっぱりか。パニーには申し訳ないけど、リオさんってなんか怪しいなって思ってたの。の怪しいまあ女の勘ってやつね。リオさんったら会食時にいただきますもごちそうさまも言わなかったじゃない。そうだっけ。それにせっかくのプリンを太るから無理とか残してたし、食べ物に敬意を払えない人間は人にも敬意を払えない人なの。挨拶ができない人間はろくな人間じゃないってのがパニバーの口癖じゃないの。な、そうだね。そういえばリオが美味しそうってはしゃぐ姿を見たことがあっても、いただきますって言ってる姿の記憶がない。それじゃそのリオとアックンを調べてみましょうか、イシシ。証拠をつかんでくれたらちゃんとお礼するよ。それじゃあ週に1回はプリンを届けてもらおうかな。妹のパニコは探偵並み、いや探偵以上の調査能力だから、これでリオの尻尾をつかむことはたやすいだろう。あとは証拠をつかむまでリオを泳がせておくだけ。パニコに調査をしていることを気づかれてダメって言われてたけど、うまく知らん顔なんてできるかな。女の勘は鋭いってパニジーがいつも言ってるもんな。だけどそんな心配不要でした。リオのバイト先の改装作業とやらは週1で行われるようになりましたからね。それでも俺は知らん顔を続けていたんです。1ヶ月後パニコから浮気の調査を受け取ることができました。浮気確定。相手は既婚者でバイト先の常連客。名前はアツシでアックン。しかもアックンは不倫用にアパートを借りていて、そこが密会場所になっていました。俺はこの証拠を隠したままリオが朝帰りする日を狙ってこっそり家を出ました。俺は置き手紙に婚約破棄に向けて話し合いをしたい、都合のいい日時を俺の担当弁護士に伝えて調整してくださいとだけ書いてね。翌日職場にいた俺が昼休憩の時にスマホを見ると、リオからの着信が119件、 LINE 通知は89件、非通知でも77件の着信も。俺は弁護士に連絡をしてリオに直接連絡しないように伝えてもらい、着信拒否とブロックをしました。そしてようやく次の土曜日に話し合いをすることになったのです。土曜日、話し合いの場は俺たちが同棲していた家。リオは両親と、俺の両親は離れて暮らしているのでパニコに同席してもらいました。すでにリオの両親は家にいて、父親は顔を真っ赤にして怒っていました。これは一体どういうことだ。まさかその女に心変わりしたとか言うんじゃないだろうな。お父さん。リオはしくしく泣いているばかり。浮気の証拠をつかんでいることは伝えていないので、俺の都合で婚約破棄したとか思ってるんだろうな。私は妹のパニコです。今回両親の代理として同席させていただきます。突然婚約破棄なんて何かあったの？リオに聞いても心当たりは全くないって言うじゃないの。俺はリオさんが正直に全て話してほしいと願ってます。その上で反省してくれるならできる限り穏便に済ませようと思ってます。そんなのつまんない。
おいおい、そこは神妙な顔してうなずいてくれよ。パニコはリオをどう調理してやろうかなといった感じでニヤニヤしちゃってるんです。リオ、心当たりないわよね。リオはわざとらしくしゃくりながら首をブンブン横に振ってみせました。俺が何の証拠もなしで動くわけないってのに。リオは白を切り通すみたいですね。リオさん、兄は確たる証拠があるからここまで言ってるんだけど、本当に何にも心当たりないの？私の娘が何をさって言うんだ。勝手なことばかり言うんじゃない。リオ、何にも悪いことしてないもん。悪いことはしてないね。ははー、3分後にも同じセリフを言えるのかしらね。叱って何にもしてません。ファイナルアンサー？うるファイナルアンサー。いや、乗るのかよ。何もしてない。私はあっくんだけは愛してるの。今なんて言った？ほら、娘はあっくんだけ愛してるって言ってるじゃないか。あっくん、あっくんって誰だ？やば。慌てて口を押さえても遅いっての。残念。いや、堂々たる白ばっくれの姿は圧巻でしたが、ついに自白をしてしまいましたね。あっくんについて語ってもらいましょうか。パニコは楽しみすぎ。あっくんはあっくんはパニーのあだ名なの。はぁ、いつまでも新鮮な気持ちでいるためにパニーをあっくんって呼ぶことにしたの。その設定生きてたんだ。俺はもう限界とばかりにパニコをチラリ。パニコはカバンから証拠の入った封筒を取り出しました。ここにはご両親が見るには少しショッキングな写真が入っています。それにショッキングな内容の会話を録音したボイスレコーダーに内容証明も同封しております。なんだこれは。これを証拠として弁護士に提出し、こうして動いているってことがどういうことか、リオスさん本人なんだからわかりますよね。知らないわよそんなもの。私はあっくんと浮気なんてしてないもん。否定しながらもあっさり自白。あっくんって誰なんだ？あっくんは浮気相手です。知らない。あっくんの家に何度もお泊まりしたけど、何にも悪いことはしてないもん。泊まりですって？お前、婚約者がいながらなんてこと。だから何にもしてない、誤解なのよ、信じて。するとリオの父は封筒から証拠の写真を取り出し、娘の浮気の現場写真を確認したのです。浮気相手にも内容証明を送るつもりです。これでお父さんも俺の味方になって反省させてくれるだろう。そう思ったのは束の間、お父さんはとんでもないことを言い出したのです。リオは本当は好きな人と結ばれたいけど、アニー君がかわいそうで別れることができなかったんだろ。この人何言い出すつもりなんだ。でもさすが娘、その父の言葉を理解したのか、パッと表情を変えたリオは頭をブンブン縦に振ってうなずいたのです。そうよ、本当はあっくんと結婚したかったのに、パニーが別れてくれなかったの。はあ、そうだと思った。リオは一人の人を真剣に愛する子だ。君が哀れで結婚を断ることができなかったんだろ。こんな風に妹と一緒に娘を責めるなんて、君はがっかりだよ。いやいや、俺の方ががっかりなんですけど。そりゃ娘が浮気してるなんて信じたくないかもしれないけど、浮気相手が本命だなんて言い出すなんて。そうですか、それはそれは。ならあっくんと結婚できるといいですね。結婚の前にお二人には慰謝料をしっかり払ってもらいますけど。慰謝料を支払わせないで。それは無理。兄は浮気されて婚約破棄されてるんですから、浮気の代償はしっかりと払ってもらいます。それはやめて、あっくんを巻き込まないで。そうだぞ、理由はあっくんと結婚するってのに。君たちは娘の未来を台無しにする気か。俺の未来はその娘に台無しにされたんですけどね。
慰謝料なら私がアックンの分まで払うから。パパ、なんでこの人会ったこともないアックン推しなんだ。俺はもうどうにでもなれって気持ちになっていました。わかった、じゃあ2人分の慰謝料600万ね。え、婚約破棄で600万円も取るの？パニーしまった、強気に出すぎたかな。でも後には引けない。納得できないならアックンに慰謝料を請求する。残念、わかった、娘の将来のためだ。おっと、まさかの交渉成立。それじゃあ合意書にサインお願いします。ほんと、パニコは仕事が早いな。リオは素直にその合意書にサインをして一件落着だけど、まだまだめでたしめでたしじゃなさそうなんだよな。家を出たパニコは、面白いことになりそうね、イシシッと笑ったのです。俺としては慰謝料を確約したからどうでもよかったけど、パニコはもう少し遊びたいみたい。1週間後、リオパパから電話で話がしたいと言われ、弁護士とパニコに相談して弁護士事務所に来てもらうことにしました。パニコはこうなることを予想していたようで、めちゃくちゃ張り切っちゃってます。話し合いはあれで終わってるはずなのに、どうなるんだ。パニー、私のこと騙したのね。え、案内された会議室に入ると、泣きまくったのか目が真っ赤になってるリオと、怒りで震えるリオパパだけが待機していました。俺はドアを開けた瞬間、怒鳴りつけられたのです。パニコが弁護士を退出させ、4人だけで話し合うことになりました。アックンが既婚者だって、なんで教えてくれなかったのよ。え、まさかの知らなかったパターン。あら、お渡しした内容証明にはしっかりと記載していましたよね。アックンは既婚者だから、不倫のためにわざわざアパートを借りてらっしゃるって。ちゃんと見てなかったっていうか、その、いや見てくださいよ、なんて残念な親子なんだよ。それになんでアックンの奥さんが私のこと知ってるのよ。黙っててくれる約束でしょ。え、そんな約束した。慰謝料をアックンに請求しないとは言ったけど、内容証明を送らないとは言ってないわよ。慰謝料を立て替えてもらうことをきちんと報告しないと、二重請求になったら大変でしょ。うわぁ、さすがパニコ、やってくれたな。何よそれ、おかげで奥さんにも慰謝料を支払わなきゃならなくなったじゃないのよ。あら、おかげで既婚者だって分かってよかったじゃん。よくないわよ、アックン私とは結婚しないなんて言い出すんだから、どうしてくれるのよ。知らないし。責任取ってパニーが私と結婚してよ。私はフリーターなのよ、しっかりと養いなさいよ。はあ、お父さん、私は来年定年退職で年金生活になる。娘の生活まで面倒見れないんだ。あとは頼んだぞ。ちょっとどういうことですか。商社に勤めてるアックンの方が娘を食わせてやれると思ったから慰謝料肩代わりしたのに。ちょいつもこいつも本当にしょうもない奴らだな。お前だろう。結婚して養ってよ。こんなカオスの状態をまとめたのはやっぱりパニコだったのです。じゃがし、パニコの一括でその場は静まり返りました。浮気をした時点で誰かに大切にされる資格も愛される資格もなし。泣きたきゃ勝手に泣きなさいっての。どうせ嘘泣きだけどね。嘘泣き、リオ、パニコは全てお見通しですよ。しかも浮気相手に捨てられたことを兄のせいにして押しかけてくるなんてありえないっての。既婚者だって教えてくれなかったから騙した。あんたたちどういう思考回路してんのよ。脳みそどっかに落っことしてきたんじゃない。なそれに、あっくんはあなたに婚約者がいるのを知ってましたよね。それはあ、そうなのか。リオさんはアックンに嫌われたくなくて、慰謝料をお父様に支払わせようとしていたんですよ。アックンは他にも2人不倫相手がいて、いつもお金カツカツだから、デート代を節約するために月2万のアパートを借りてるんですもんね。うわー、アックン最低。違う、司法試験に受かるまでお金がないだけよ。
だからご飯作ってあげたり服も買ってあげたりしてたの。へえ、あっくんってば大嘘つきなんだな。お前フリーターのくせに男に見ついてたのか。なんでだってなんで。だってしょうがないですよね。リオさんの不倫相手としての地位は最下位だったんだから。違うもん、私を一番愛してるって言ってくれたもん。私のばあちゃんがよく言ってたわ。一番愛してるなんていう男は2番3番がいる証拠だってね。ひしし、残念。で、どうして。私はどうなるの。慰謝料を払うことになるのよ。一生借金背負って生きていく覚悟できてんのよね。ひしし。その後双方の弁護士を交えて二人分の慰謝料を手にすることができました。リオはアックンの妻にも慰謝料を支払うことになり、今はまともな生活もできないほど働き詰めみたい。そうそう、アックン夫婦も離婚したようで、アックンは相当の慰謝料を払うことになったらしいです。こっちも借金取りに紹介されたヤバい仕事してんだとか。1年後、捜査に協力してくれたパニコには約束通り美味しいと噂のケーキ屋でプリンを購入してパニコの家に行きました。はい、待ってましたよプリンちゃん。って、その後ろにいるお方はどなた。おっと、バレちゃった。俺は最近仲良くさせてもらっている南さんをパニコに紹介しました。職場の同僚に紹介してもらった南さん。こんばんは、突然押しかけてしまってすみません。このケーキ屋を教えてもらったんだ。南さんもプリンが大好きなんだって。あら、それじゃあみんなで一緒に食べましょう。さあ、上がってちょうだい。さてはパニコ、何か企んでるな。パニコは紅茶とスプーンを用意してくれました。すると南さんは手のひらを合わせてそっと目を閉じて小さな声でいただきますと言ったのです。え、どうかしたの。その姿を見ている俺はほっとしていました。もちろんパニコも。後日パニコに会った時こう言われました。きちんと挨拶ができるプリン好きに悪い人はいない。南さんは信頼しても良さそうって女の勘が言ってるよ。いしし。パニコ、男の勘も言ってるよ。今度こそ互いに大切に思いやる相手に出会えた気がするってね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。